シュッシュ、今日はですね、鈴鹿サーキットで行われているダンロップさんのサーキットステーションにやってきました。鈴鹿サーキットを壮行会で走るのは初めてですし、ダンロップさんの、開催するこのサーキットステーションに来るのも初めてなので、ちょっとドキドキなんですけれども、実際ね、私が普段ジムカーナで走っているホンダの VTR で自分の車両でですね、鈴鹿サーキットのフルコースを走れるっていう経験はなかなかないことなので、すごく楽しみにしてやってきました。実際ね、このサーキットステーションに関してはもう早く走ろうっていうのじゃなくてね、よりなんだろう、バイクの挙動が分かるようになったりだとか、こう楽しくね、サーキットを走るというのを目的にされているので、この鈴鹿サーキット自体を楽しんで、でこのね、普段私が履いているダノップのスポーツマックス Q5 でサーキット走行をしたことはなかったので、なんかこうジムカーナみたいな、そういう低速の走行はしたことあったんですけど、高速のサーキットで走るってないから、ちょっとどんな感じなんだろうっていうワクワクもあります。じゃあまずは受付行ってきます。受付お願いします。はい、はい、こちらいただきます。あと、免許証を持ってこなきゃいけないんですね。ちょっと免許証持ってきます。ちょっと待ってくださいちょっと待ってるけど、あ、切っちゃって大丈夫。では、はい、ありがとうございます。さあ、ということで皆さん免許証必要なので忘れないでください。あと、なんとサーキットステーション参加するとタオルもらえるそうです。使います。いつもオトジムカーナでも使っているスポーツマックス Q5 のままやってきました。空気圧はフロント 2.1、 リア 1.9 です。今ここに並んでいる車両は先導インストラクターの方が乗って走行する先導車になってます。ホンダ車だけじゃなく BM もスズキも川崎まであります。さすが、車検もこういう風に行ってます。ダンロップタイヤの展示もされています。今日は私はスポーツマックス Q5 を履いてるんですが、以前ね、こちらの Q5A の試乗動画も出しているので、ぜひそちらもご覧ください。このね、アルファ14は私のホンダ VTR の 250cc のバイクには合うサイズがなかったので、ちょっと試乗したことはないんですが、元ジムカーナでもアルファ14の選手多いです。でこちらはロードスマート4ですね。麦茶とスポドリとコーヒー、微糖と無糖と、こんな風にいろいろ用意してある。ありがとう。後で元をもらおう。なっちゃん見る。はい、動画。はい。で、今から私は M1 クラスで走ります。1本目の、ね、走行ということで、最初は完熟走行なんですけど、安全に、楽しんでいきたいと思います。で、行ってきます。なっちゃんの先導です。よろしくお願いします。
ここに入ってくると、ね、ここを入ってくるんですね。 OK です。2回目の走行は先導インストラクターのすぐ後ろをゲットしました。走行ラインが分かりやすいように走ってくれてありがたかったです。全日本ロードレースや鈴鹿8体スーパー GT で見てたコースをフルで走れるなんて本当に贅沢。デグナーって走ってるとこんな景色なんだ、リリシキンってこんな急に現れるんだとか、ずっとルンルンでした。VTR はメーター速でもホームストレートで時速 150km しか出ないので、排気量の大きいバイクと走るとストレートで離されてしまったり、もっとうまく走れるようになれたらもっともっと楽しいのにってもどかしい気持ちもありつつ、でもこのダンロップサーキットステーションはコーナリング中など危険な箇所での追い越しは禁止しているので、安心して自分のペースで鈴鹿サーキットと、そしてダンロップタイヤスポーツマックス Q5 を楽しんできました。参加者の方も YouTube 見てますってたくさん話しかけてくださって嬉しかったです。無事に3回の走行を終えることができました。今回参加できて本当に良かったです。さあ、ということで3回の走行が無事に終わりました。本当にね、すっごい楽しく走ることができました。先導してくれたインストラクターの方がこう私のような、はい、サーキット鈴鹿サーキットをちゃんと走るの初めての人にもちゃんと楽しめるスピードでも、慣れてきたら2回目3回目とだんだんスピードを上げてくれて、ちょこちょこ後ろを確認してくれて、アクセルオンオフしてブレーキングしてとかしないとついていけないような、本当に程よい楽しめる速度を常にで前を走行してくれてたおかげで、私自身もなんかもうこう目をつり上げるみたいなこともなく、本当に鈴鹿サーキットを楽しむことができました。そしてね、私は今回、まあ、ダンロップの、スポーツマックス Q5 を、履いて、ホンダの VTR250 で走行したんですけど、やっぱりねサーキット走行もツーリングも両方もできるタイヤということで、タイヤウォーマーとかを巻いてたわけじゃないんですけど、完熟走行を行ってちゃんとねタイヤのこう路面の温度とタイヤの接地感とかを確認した後は、なんかこう不安になるような滑ったりとかそういうような不安になるようなこともなく、安心して走ることができましたし、試験員とかのちょっとね早い切り返しとかもちゃんとタイヤの接地感が伝わってきたりだとか、なんかね、あ、ダンロップのこのサーキットステーション走って本当に良かったな、 Q5 で走れて本当に良かったなと思いました。皆さんもねぜひこのダンロップサーキットステーション、参加してみてください。そしてねなんか参加したらこのタオルももらいました。このサーキットステーション自体も私はネイキッドで参加したんですが、なんか周りなんか SS スーパースポーツばっかでちょっとなんかやだなとかって、私だけかなって思ってたら、意外にもちょっと旧車の方だったり他にもネイキッドの方だったりストファイの方もいたので、そこはなんか、あ、仲間いるじゃんと思って安心して参加することができました。いや、
鈴鹿フルコース走るの楽しかったですということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしてます。最後まで見てくれてとっても嬉しいです。読んだコメントにはいいねしてます。また次の動画で会いましょう。シュッシュッ。